タワラダメ11月13日から1958年3月21日は、日本の経営者、宇部公山創立者、同社社長。山口県宇部市出身、官兵衛の次男。タワラだけは、宇部領主福原氏家真の家であったが、他の氏族と同様に没落の一途をたどっていた。後生義塾卒業後は、高輪の大村の利都氏の家に所生として住み込みながら、 築地の公衆学校を卒業。その後、電気技術者として、陸軍砲兵交渉に職を得るが、1915年、渡辺助作の誘いを受け沖の山炭鉱に入社。炭鉱技師として、炭鉱経営に携わる。1928年に専務に就任し、1942年に沖の山炭鉱、宇部窒素工業、宇部鉄鉱所、宇部セメント製造を統合して、 上ベ興産さんを設立し、同社の初代社長に就任した。戦後は、石炭化学事業、ナイロン原料事業進出などを手掛け、同社の業用を大きく発展させた。また、科学工業統制会設立委員、科学工業統制会及び、石炭工業統制会会長選考委員、NHK 経営委員会委員、日独意親善協会会委員、 日本経営者団体連盟上任理事、経済団体連合会上任理事、中国電力取締役などの役職を歴任している。1958年3月21日死去。去年73。なお、宇部市内の温田運動公園にある田原、電王記念体育館は、宇部公産創立60周年記念事業として、俵田,田を検証する目的で同社が建設し、 宇部市に寄贈したものである。体育館としては、宇部市内最大規模を誇り、1963年と2011年に国民体育大会の会場となったほか、日本プロバスケットボールリーグなどの大規模なスポーツ大会に使用されている。田原岳は親類に、す住江、族吉成らの音楽家がおり、また田原田広尾が、宇部工学協会の初代会長を務めるなど、 クラシック音楽への関わりが深かった。タワラダヒロは、ユーディメニューインや、ヨゼフ・シゲティ、アルフレッド・コルトーといった一流の音楽家を辞典へ、招待し、渡辺沖縄記念会館にて演奏会を開いていた。上市出身の元日本電気専務の新田健次郎は、ヤワタ製鉄を訪問した際に、ヤワタ製鉄の部長から、音楽で、ウベのタワラダや、美術で、 倉敷の大原家は戦争の的だったと言われたという。宇部市では2008年度より日本フィルハーモニー交響楽団によるチャリティーコンサートが開催されている。民には息子がおらず、娘、初江の夫、俗疲広が結婚を機に、田原だけの婿養子となって、田原田生を継ぎ、後に宇部さんの副社長を務めている。また、広の議定に音楽評論家の俗吉成がいる。 ヒロウと、初枝の間には四男一女がおり、娘のマリコは、衆議院議員で後に、大倉大臣を務めた、林義郎に嫁ぎ、その息子、吉政は、現在参議院議員を務めている。息子のうちの一人である武氏は、元内大臣の木戸孝一の孫にあたる智子と、結婚し、木戸家の婿養子となっている。林平四郎、林長五郎、林圭介、林義郎、 俗吉成。俗住江、林義政、俗西吉。田原田博夫。マ子、田原田奈木戸武、志。田原田名、初江。木戸孝一、木戸孝彦智子。AB 田原田名とは、ことばんく。2018年5月8日へずらん。AB、人事更新録。第10号したほい23ページ。 2018年5月8日閲覧。ふるさとの思い出 http://mic.itconsult.co.jp:/tk:/tkh://aq:/nitta.htm ありがとうございます。